と少しだけ。いいか、カイツ、ちゃんと見張ってろよ。1、2、あと3匹か。よし、全部片付けてやる。いいかもな。じゃ、今日はこれぐらいで上がろっか。カイツはミゲロさんの店に戻れば。なんか仕事があるんだろ。いっけね、忘れてた。ねえ、番人もおいでよ。今日は忙しいみたいで、いっぱい仕事がありそうだよ。俺は別の仕事にしとくよ。ここの鍵にかけ直しといてくれ。勝手に入ったのがバレたらミゲロさんに叱られるからさ。その、お題を…お題だと？あ、いえ、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ、持っていてくださいまし。やめておけ。今日は騒ぎを起こすな。運が良かったな。ごめん。気をつけろ、小僧。お、シュッ、やられた、それだ。なんだと？くそ！何すんだよ。何すんだじゃないわよ。また盗んだのね。捕まったらどうするつもり？みんなバンのこと頼りにしてるのよ。捕まったら面倒見れなくなっちゃうじゃない。やめてくれよ。俺はリーダーじゃないんだぜ。俺たち孤児は誰にも頼らず生きていかなきゃいけないんだ。それはパンネロ、お前だって一緒だろ。おい、何してんだよ。それは俺のもんだぜ。この金はもともと俺たちダルマスカ人のもんだ。盗んだのは帝国なんだから、帝国の奴らから取り戻すのは俺たちの使命なんだって。バンのセリフよね。パンネロ、言ってることとやってることが矛盾してる。これは先週渡したパン代よ。私がミゲロさんのお手伝いしてるからってバンのパンまでただってわけじゃないわ。俺だっていつまでもこんな生活。俺はいつか自分の飛空艇を手に入れる。空賊になってあの大空を自由に飛び回るんだ。叶える前に牢屋行きにならないといいわね。うん。後でミゲロさんのところへ行ってみて。何か困ったことが起きたみたい。バンに力を貸してほしいってさ。
おお、ボン、待っとったよ。ミゲロさん、困ったことって？それがな、砂漠の街道で一騒動あったようで、昨日町に着くはずの運び屋がまだ来んのだ。おかげで今夜の祝宴に出す食材も届きゃしないんだよ。わかった、俺が運び屋を探しに行くんだな。何を言うんだい、砂漠は魔物だらけだ。そんな危ない仕事をさせられんよ。食材の方は境亭のトマジが何とかしてくれることになっとるんだ。境亭まで取りに行けって？それをカイツに頼んだんだよ。なのにあの子と来たら行ったっきり戻らんのだ。私は店を離れられんし、パンネロにも別の用事を頼んである。すまないが、境亭へひとっ走りしてカイツを呼び戻してくれんかね。すまんない仕事だな。まあまあ、そう言わずに一つ頼まれておくれよ。ほら、カイツ、お使い放り出して何してるんだ？見て見て、バンニー。ん？こいつだよ。こいつのせいで品物が来なかったんだ。東の砂漠に出没？なんだこいつ。よー、バン、お前もお使いか。ミゲロさんも相当忙しいみたいだな。ま、帝国の執政官様を歓迎する宴を仕切るとなれば、用事は山ほどあるってわけか。歓迎したくなんかないけどな。それよりトマジ、こいつは？ああ、困ったやつだよ。こんな魔物がうろついてるせいで運び屋の到着が遅れて、あれこれ品不足でな。だからこうやって誰かに退治を頼んでる。やっつけたやつにはちょっとした報酬ありだ。へえ、ミゲオルさんのお使いより面白そうな仕事だな。そうだね、バンニー、やってみようよ。お前はミゲロさんに届けるものがあるだろ。早く戻らないと、困ってたぞ。いっけね、忘れてた。
執政官閣下の着任式典のため特別警戒中だ。許可のない者を通すことはできん。へえ、困ったな。今夜のパーティーを仕切ってるミゲロさんから執政官をもてなす料理に使う大事な食材を受け取ってこいって頼まれてるんだけど、ほらこれミゲロさんの伝票。あんたのせいで料理が間に合わなかったら執政官って人も怒るよな。ま、俺には関係ないけど。あの方が、そんな、つまらんことで、機嫌を損ねるものか。仕方ない。さっさと通れ。じきに、この門も封鎖するからな。